皆さんこんにちは、賃貸の先の中島です。本日私は奈良市にございます、伊東洋華堂のすぐ近くにございます第一車両ビルという、3LDK の賃貸マンションにやってまいりました。まずはこの広々としたリビングスペースから。このリビングスペースとっても広々としておりますので、テレビやダイニングテーブル、そしてソファーなども置いていただけるぐらいに広い、そういったお部屋となっております。またもう一つ広いのがこのキッチンスペースです。オープンキッチンタイプになっているんですが、三つ口のガスコンロももちろんビルドインされておりますし、調理スペース、シンクととっても広々としておりますので、とてもですね、家事のしやすい、そんなキッチンスペースとなっております。また収納スペースももちろん豊富で、上や下にしっかりとございますので、キッチン用品がしっかり収納できると思います。またキッチンスペースの奥にはですね、このようにちょっとした倉庫スペースとなっておりますので、見てください、これだけ広々とした倉庫になっておりますので、乾物系などそういったものもですね、しっかりと収納できるんじゃないでしょうか。またキッチンスペースの隣にはこのようにリモコン給湯などもございますので、ここでお湯の設定温度なども変更していただけます。収納スペースもこのようにしっかりと奥行きのある、押し入れタイプでございますし、またさらに奥に進んでいただきますと、こちらにも収納スペースがございます。広いですよね。そしてバルコニーは南向きになっているんですが、このように大きな窓を開けていただいて、広々としたバルコニースペースに出ていただくこともできます。また面白いのはですね、こちらにこのようにモニター付きのインターホンが設置されておりますので、お部屋の中にいながら外の様子もよくわかるのと、あともう一つ、ここのスペースなんですが、ここで玄関の扉の鍵を閉めたり開けたりができますので、こちらぜひご活用ください。それではその他の部屋をご紹介したいと思います。リビングのすぐ隣にございます、こちら、これだけ広々とした和室、なかなかお目にかかることはないですね。これだけ広いので、やはり寝室としても使っていただけますし、またお客様が来た時の客間としても使っていただけるんじゃないでしょうか。押し入れももちろん広々としておりますので、ぜひご活用くださいね。それではその他の部屋をご紹介したいと思います。まずは洋室です。この洋室、共用廊下側の洋室となっているんですが、このようにしっかりとエアコンも置けるようになっておりますので、ご安心ください。収納スペースも下にしっかりとございますので、本棚などこういったところに収納できるんじゃないでしょうか。そしてもう一つの様子がこちらです。この様子もですね、かなり広々としておりますので、お子様の子供部屋としてもご活用いただけると思いますよ。収納スペースもこのようにしっかりとございますので、ご安心ください。それでは水回りをご紹介したいと思います。まずは、はい、こちら開けていただいて進んでいただきますと、このように広々とした洗面スペースとなっております。洗濯機置き場、そして人気のシャンプードレッサーとございます。奥に進んでいただきますと、ちょっとですね、お風呂場の電球が切れておりますので、ちょっと暗くなっているんですが、このように広々としたお風呂となっておりますので、ゆったりとお風呂に使っていただくこともできますね。そして最後は玄関スペースです。玄関スペースもこのようにしっかりとスペースがございまして、また下駄箱などもございますので、靴の多い方でもご安心ください。いかがでしたか。これだけ広々とした 3LDK の賃貸マンション、気になるのはやっぱり賃貸条件かと思います。気になる賃貸条件は弊社ホームページをご参照ください。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のまさきのスタッフは皆様のお部屋探しを全力でサポートいたします。ご視聴ありがとうございました。